イソギンチャクから出たり隠れたりするのはオレンジと白の縞模様が特徴の隠れクマノミ。首都瀬水族館では9月に開館30周年を迎えるにあたり沖縄の海の生き物を集めた特別展沖縄海中散歩が開かれています沖縄のチュラウミ水族館などの協力により40種類およそ200匹のカラフルな生き物が展示され家族連れなどで賑わっています きれいな魚がたくさんいて、見てて楽しいいや、沖縄行きたいなって思いました。<laughs> 特別展は9月1日までで、来月にはジンベイザメなどが泳ぐ姿の立体映像の上映や、チュラウミ水族館の飼育員による特別授業も行われる予定です。